スタン旅券ウズベキスタン旅券は、ウズベキスタンの国民が外国に滞在する場合に必要となる旅券である。ウズベキスタンでは、通常、旅券は16歳以上の国民に対して発行され、25歳から45歳の間で再発行が必要となる。45歳以上のものは一度発行した後は、有効期限はない。また、旅券が傷んだ場合や旅券に記載するものの氏名が、 変更された場合も、再発行が必要である。旅券はノートと車掌用のページ、合計32ページで構成されている。旅券にはウズベク語、ロシア語、英語のミ言語で説明が書かれている。二国間協定もしくは他国間協定により、ウズベキスタン旅券所持者は隣国である、タジキスタン以外の CIS 諸国に旅行する際、90日以内ならば、 作証なしで滞在できる権利を有する。しかし、ウズベキスタンから国外へ出国するためには、国内の警察に対して、特別旅行許可を取る必要がある。この許可証は2年間有効であり、出国する際にのみ必要であり、許可証所持者は、旅券が有効である限りにおいて国外に滞在、可能である。2009年6月23日に署名された法令によると、 2010年以降ウズベキスタンは電子旅券システムへと次第に切り替えていく予定である。以前の生体認証のない旅券は有効期限が満了するまで有効であるが、法令により遅くとも2015年末には電子旅券に全面的に切り替えられる予定である。また、新旅券の発行を受けるためには自身に犯罪歴がないことを証明することが必要になった。 ウズベキスタン旅券所持者は上記に挙げた CIS 諸国を除き詐称を受けて外国に旅行が可能である。2019年1月1日よりウズベキスタンでは海外旅行用のパスポートが発行されるようになり、同日より海外旅行用の2年間のオーソライズステッカーが廃止された。ウズベキスタン国籍のバイオメトリックパスポートウズベキスタンの旅券に記される情報は 以下の通りである。パスポートは濃い緑色で、上部に、リパブリック・オブ・ウズベキスタン、下部に、パスポートと、ウズベク語と英語で表記されている。中央には金色で、ウズベキスタンの紋章が浮き彫りにされている。パスポートは、ウズベク語と英語で表記されている。カラカルパクスタン共和国の住民の場合、く、カラカルパク語、ウズベク語、英語で書かれている。 旧来の非生体認証パスポートは、ウズベク語、英語、ロシア語で作成されていた。カラカルパクスタン共和国の国民の場合、引く、カラカルパク語、ウズベク語、英語、ロシア語。ありがとうございます。